上がこう重いもんで。子どもたちには地元にこういう素晴らしい木があるっていうことをまず知っていただいて、その木がこういう素晴らしい景色を作っているっていうことを、思ってもらえればと思います。この後建てられるおもちゃ美術館で有効に使われますので、思いっきりその木を使って遊んでもらえればと思っております。